皆さん、こんにちは。ワークマン公式アンバサダーのサギーです。今日はですね、3月17日金曜日から3月19日日曜日に行われる、ワークマンの、ショッピングモール店限定の、セール情報についてのチラシを紹介していきたいと思います。こちら路面店のワークマンは残念ながら対象ではないので、ショッピングモール店とか、あとは路面店のワークマン女子、ワークマンシューズなど限定のセールになっております。それでは見ていきましょう。まずこちら、ワークマンで春の快適コーデということで、表面の左側には、いろんなね、カラフルなシューズが出ております。はい、まずは雲の上パンプス2480円です。ふかふかのインソールで歩きやすい上品さをプラスできるきれいめサンダルということで、今回すごくね、イエローとかパープルが実際見たんですが、すごく可愛いお色で春らしいカラーで入っています。インソールがめちゃくちゃふかふかしていて気持ちいいので、ぜひ体感していただきたいです。あとこちら、雲の上パンプスニットフラット2480円。通気性に優れたニット素材使用で快適ということで、これもね、実際に私お店で履いてみたんですが、ニットなので、こちらの雲の上パンプスに比べるとさらに伸びやすい感じになっているので、割とね、足の小指とか当たりやすいんだよな、でも綺麗めのファッションしたいっていう方にはこちらのニットのね、シューズ非常におすすめです。あとこちら、雲の上レディーススニーカー2900円。これは私最近毎日履いてるんですけども、かなり厚底な感じではあるんですが、前のつま先の方はそんなに厚底ではないので、グキッとなんか捻挫するような怖いこともないですし、何よりふわふわのインソール、そして周りが合皮で割と細めの感じのシルエットなので、綺麗めな、普段ちょっとスニーカー履かないんだよねっていう方にも、綺麗めのスカートなんかに合わせてもね、非常に可愛く履ける一品となっております。こちらよろしければ、詳しいね、動画、別動画で出しております。そちらでチェックしてみてください。はい、そして防水サファリシューズ1900円。こちら、今までこの3色、割と暗めのカラーが出ていたんですが、この春夏、新色ということで、こちらの淡いグリーンと、ペールブルーですかね、こちらの2色が登場しております。これね、色味すごい春らしくて可愛かったです。雨の日ね、これもう本当にゴムなので全然水入ってきませんし、ちょっとなんかハイカットのね、ブーツみたいな感じで可愛く履いてもらってもいいんじゃないかなと思います。あ、そうそう、話し忘れてたんですが、今回これ、雲の上パンプス、今まで L サイズまでだったんですが、LL サイズが出ております。で、LL サイズ何センチかっていうと、パンプスの LL 25センチなので、今までワークマンのパンプス履きたかったけど履けなかったっていう方は、ぜひですね、雲の上パンプスチェックしてみてください。はい、そしてお次が、防水サファリサイドゴア1900円。ブーツタイプの防水シューズです。で、ここのサイドゴア、横のこの黒い部分ですね、こちらゴムになってるので、脱ぎ履きがしやすく、結構ね、綺麗めに履けるかなと思います。ただ結構幅は狭めなので、きついなって感じる方はいらっしゃるかと思うので、ぜひね、試着おすすめします。はい、そして続いてがファイングリップレディース1900円。これね、裏側が滑りにくい素材になっているもので、結構妊婦さんなんかにも非常に人気のシューズです。で、表地は結構ね、ニットみたいな感じで伸びる感じの素材になっていて、撥水加工もされております。で、先ほどのが、まあ基本的に全国のショッピングモール店のチラシだったんですが、こちら、ナンバシティとトレッサー横浜と、あと、太田モール店だけ、ちょっとチラシが違くてですね、違う商品が先行で導入されているということで、さらりと紹介します。こちら、フラットシューズ1900円。これね、履き口が V カットで、ベーシックなフォルムということで、こちらのフラットシューズであるとか、あと、こちらのクロックサンダル、2480円。あと、スポーツサンダル2480円。スニーカーのように履き心地のいい、まあ、ハイテクサンダル系ですかね。こういったものも、店舗によっては導入しているということです。はい、それでは上を見ていきましょう。こちら、サーバーバスクシャツ980円です。あ、今ね、これ話しながら今着ているのがまさにこれでございます。ボートネックで着回しがしやすいベーシックデザイン。撥水加工を施しているので汚れにくいということで、これね、他のメーカーさんからもまあこういうベーシックなものいっぱい出てるかと思うんですが、撥水加工されているので、なんかね、炊事とか家事しててちょっと濡れちゃってもパパッと払ってもらえば水がつきにくいっていう、良さがあります。あとですね、やっぱり
なんかね、洗っても縮みにくい感じを受けますね。で、結構目ががっちり詰まりちゃってる系の厚手のコットンだとなかなか乾かなかったりするんですけど、これね、意外と乾きやすいし、生地もそこまで分厚すぎないので逆に着回しがしやすくって、私非常にヘビロテしているシャツになっております。ボーダー柄の他に無地も揃っております。はい。あと、ジャケットはトランスフォームフードジャケット1900円。こちらカラーが、このあたりですね。いろんなカラーあります。あとは、ジャケットのマウンテンパーカー2900円。こちら両方とも背中側のポケットに収納するとバッグになるタイプになっております。で、あとこちら、撥水のマウンテンパーカー。今の時期ね、こういうの1枚あるとすごく着回しやすいかなと思います。価格も2900円。撥水加工もされているので、これからの梅雨時なんかにもね、6月、なんかあっという間に6月が来ちゃいそうですよね。まあ、にも1枚あるとすごく便利かなと思います。はい。あと、レインウェアで言うと、高撥水のレインポンチョ2900円。これね、しまうと可愛い巾着型になります。あと、高撥水フーデッドロングレイン2900円。これももう大定番商品ですけれども、まあ、なんかね、トレンチコートみたいな感じで着てもらってもいいし、もちろんレインウェアとして防水のね、しっかり加工もされております。あと、定番のエアロストレッチクライミングパンツ1900円。この間改めて久々にこれ履いてみたんですけども、スリムなシルエットで綺麗だし、あと伸びるし、でね、変に蒸れる感じとかも全然ないし、もう日常のね、着るウェアとしても、キャンプとかで着るウェアとしても非常に履きやすいストレッチパンツになってます。あと、こちらは新作ですね。ウィーモーションの撥水レギンスパンツ1900円です。で、こちら、今まで大定番のウィーモーションのストレッチパンツあったんですが、今季レギンスパンツということでかなり細身のタイプが出ています。さらに明るいカラーでこういうね、ピスタチオカラーとかレモンカラーとかありますので、一枚着るだけでなんかちょっと明るめのね、トップス合わせると春らしい感じのコーディネートになるかなと思います。はい、続いてはドライサイドポケット T シャツ780円。これ T シャツですが、サイドにポケットがついております。ドライカチオンアクティブ T シャツ780円。私ね、これのね、グリーンをこの間購入しました。ランニングとかするときいいかなと思って、さらりとしたね、薄手すぎず、厚手すぎず、すごくね、いい感じの素材感でした。はい、あとこれ私の大好きなソロテックス仕様のシーンレス T シャツ、半袖のタイプと長袖のタイプが今季新登場ですね。980円で出ております。生地がね、張り感があって型崩れしにくくなっておりますので、カジュアルな感じはもちろんですけど、こういったね、綺麗めのスタイルにも着られるオン、オフ問わず、様々なシーンで活躍できるシャツとなっております。結構ね、淡めのカラーが多いので、本当に春にもぴったりかなと思います。そして、もうワークマンでは定番になった、この、撥水ライトプリーツスカート1900円ですね。今季はこのね、ピスタチオのカラーとか、あとパープルとかも新色で入っております。これもね、すごい撥水加工してあったり、このプリーツがね、他のメーカーに比べてもビシッバシッと入ってますので、春先にぴったりなスカートです。あとこちら、新作のフェイクレザーのキャップですね。キャップが780円。あとこっちのバケットハットの方が980円です。ちょっと綺麗めなスタイルになるので、これもね、1個あるとおすすめのアイテムですね。で、こちらニュートラルフレアスカート。これ生地感めちゃくちゃ気持ちいいです。プリーツスカートだとちょっと女性感強すぎるかなとかいう、ちょっとカチッとする感じもあるので、こういうフレアの方が私は個人的には好みなので、これのね、ピスタチオカラーをね、この間ね、購入いたしました。これもよろしく詳しいレビューは購入品動画の方で紹介しておりますので合わせてご覧ください。あとは汚れにくいタックテーパードパンツ1780円。これも新作ですね。あとワンピースで言うとガーデニングリラックスワンピース1900円。これストレッチで伸びるタイプです。あとはもう去年から大人気のガーデニングサロベット2900円。これもねキャンプの時とかにすごいぴったりで可愛らしく着られます。あとは、ミーモーションのストレッチパンツ1900円。これもめちゃくちゃ大定番のパンツ、めちゃくちゃ履きやすいです。あとは、アームスリーブのショート丈が499円、ロング丈580円など、UV カットのね、ものもそろそろ発売になってきております。はい。あと、ついに、ワークマンからレディースのインナーが登場です。カップ付きの柔らか、キャミソールのタイプとタンクトップ2種類ありますので、購入する際、お間違いないようご注意ください。こちら、1280円です。これね、今もう結構他のメーカーさんだと1280円ではなかなか買えなくなってます。割と1900円とか2000円もちょっとするかなっていう感じなので、セールでも何でもないのに1280円で買えるのはかなり安いかと思います。
ちょっとね、私もこれサンプル品いただいたので、今度実際に着てみて、詳しい動画上げさせていただきたいと思います。あと、こちらはカップがついてないタイプですね。カップなしのタイプのテンセルのキャミソールとタンクトップ、それぞれ499円です。で、あと、こちらがカップ一体型のスポーツブラ。ホック付きのタイプ、こちら1900円。これね、私購入しました。もうね、胸をビシッとバシッと支えてくれる感じで、これもね、すごいいい感じだったので、個人的にこれ買い足そうと思ってます。あとは、スポーツタイプの、レギンスも登場しました。ハイウエストでお腹が細いグモじゃなくて、太いリブになってるんです。すごくお腹苦しくなくてよかったです。七分丈のレギンスが1500円。フルレギンスの十分丈のタイプも1500円です。ただ、私163センチで、フルレギンスの L サイズ履いてみたんですけども、ちょっとね、丈がね、私が履くと8分か9分ぐらいになって、もうちょっと長いタイプあると嬉しいなっていうのが正直なところでございました。はい、それでは裏側に行ってみましょう。はい、裏側はですね、こちらにアウトドア系のウェアがあって、こちら、レイン系、あとキャンプギアの紹介と、あとはメンズのウェア、もちろん女性も着られますね。あと、スポーツ系のウェア、そしてジュニアとなっております。一個ずつ見ていきましょう。はい、ではまずアウトドアのコーナーです。キノコがついて燃えにくい何年コットンキャンプティー1500円。これね、去年人気で、結構すぐ売り切れてしまった T シャツになります。今季また出ております。ここのね、メインの部分のカラーの他に、こうポケットがついていて、ポケットの部分のカラー変わってて、すごくね、可愛らしく着れます。アースカラーでキャンプにもぴったりです。あとはこれが私が開発協力しているフルジップコットンパーカー。ファスナーが上から下までついていて、やや薄手のコットンです。コットンなので火の粉が飛んでも燃え広がりにくい加工になっておりまして、こちら2500円です。あとこちら今季の新作ですね。グリーンテックのアウトドアデニムベスト2500円。これね、本当にね、カラーも可愛いし、生地感も可愛いので、1枚これ着るだけで普段のウェアがすごいアウトドア感増すので非常におすすめ。です。あとは、ディアマジックダイレクトのクライミングパンツ2900円。こちらファスナーを取り外すとショートパンツになるツーウェイタイプ。あとは、メンズのクライミングパンツ1900円。あと、私が開発協力しているコットンキャンパー、こちら2900円。新色はホワイトとベージュの2色展開で、これもね、普段のなんかシンプルなウェアがすごくね、1枚羽織るだけで全然雰囲気変わるので非常におすすめです。あとは、トレッドモックのスローアウト、かかとが踏めるタイプのモックシューズです。こちらね、かかと踏んで、まあ、スリッパみたいに履ける感じですが、ちゃんとかかともホールドしてくれます。非常に軽いです。あと、これは新作、アーバンハイクスリッポンで、これね、サイズ23センチから28センチと、レディースから、まあ、女性から男性まで履けるタイプで、めちゃくちゃ売れているそうです。これ、撥水加工もしております。あと、こちらは、アクティブハイクのサミットハンター2900円。こちらね、雨が降っても、しかも透湿性もある、スニーカーになっております。はい。あと、リペアテックの超軽量高撥水遮熱シェルジャケット1500円ってめちゃくちゃ安いですよね。で、これね、超軽量なので生地もすごく薄いですが、なんか穴が開いてしまっても自己修復するね、機能がついているウェアなので、薄手だけど持ち運び便利で、こうポケッタブルになるので、明るめのカラーとか個人的にはチョイスして差し色なんかでね、使ってもらってもすごくいいかなと思います。あとは、何年のコットンキャンプキャップ。ここね、刺繍してあってすごくランタンの模様とかイエティみたいな模様が、収集してあって可愛いです。あとは、ちゃんと紐付きのアドベンチャーツイルハットも980円でワークマンなら購入できます。はい、それではメンズのカジュアルウェア見ていきましょう。ライトイージーカーディガン980円、着回しやすいカーディガン980円であったり、ヘビーウェイトのコットンオーバーサイズ T シャツ半袖長袖と980円、もう定番ですごくこれ肌触り良くて着やすいです。はい。あとは、シアサッカーのね、サラサラとした素材の長袖シャツ1900円。ストレッチのアンクルパンツが1500円です。あとは、耐久撥水のアーバンシェルジャケット2900円。ソルテックスを使用したシアサッカーの、こちらもサラサラとした素材のね、スーツ、ジャケットが2900円。パンツが1900円です。
こちら、あとグリーンテックの、3種類のパンツ、こちらそれぞれ2500円です。で、天然素材のなんかコーヒーカスを使用した繊維であるとか、バナナの茎、捨てられる部分のね、植物繊維なんかを利用した、サスティナブルな商品も出ております。こちらのデニムは、実は先ほど紹介した、こちらのベストとね、セットにすることで、着脱しやすいサロペットみたいな感じで着用することもできます。こちらのパンツについては、詳しく別動画出しておりますので、よろしければそちらもご覧ください。はい。あと、コットンスラブシャンブレー長袖シャツ。何かと、着回しやすいシャツが1280円。あとは、コーデュラエコを使用した、キャップ2種類ですね。こちら980円。あとは、ハイバウンスシリーズを使った、ウォーキングタイプのシューズも今季出ております。こちら2900円であるとか、あとは、ちょっと細身でね、シンプルに履けるファイングリップアーバン1900円。あと、今季新作のレザードライビングシューズですね。こちら、牛トコ革を使用して、やっぱ見た目がね、ちょっとね、高級感あって、綺麗めなスタイルにも使えるスニーカー、こちら3500円です。こちらも詳しくは別動画出しておりますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい。あとはですね、レイン系のウェア、バッグインレインジャケット3900円。こちら背中のファスナーを開くと、リュックとか背負っていても、濡れないといったね、そんな感じの、レインウェアになっております。あとは、イージスのエコ防水ハットですね、バケットタイプとキャップ、ワークキャップタイプ、こちら1500円です。これね、ちゃんとね、撥水じゃなくて防水なので、すごいですよね。防水のキャップが1500円で買えるって多分なかなかないかなと思います。あとこちら、フレイムテックのマウンテンザックレインパーカー。見た目がですね、外側はコットンなんです。コットンなのに撥水で内側に防水加工してあるのでレインウェアとして着用できます。個人的には淡い色のね、ホワイトとか結構春シーズンの、アウターとしても可愛いので、ぜひぜひおすすめです。こちらも別動画出しております。あとは、バックインアライルレインジャケット。これポケットいっぱいついてます。3900円であるとか。あとは、ソルテックスを使用して、ちょっと綺麗めなスーツスタイルなんかにも使える、レインコート。こちら3900円。あとは、メンズの、防水シャフワリシューズが1900円になっております。あと、これからのシーズン、ランニングなどを始める方も多いかと思います。スポーツ用のキャップが780円とか、あと、半袖の T シャツ580円からワークマンではあります。洗い替えも必要なので、安く揃えられるの、とても嬉しいですね。あとは、クールスリーブ499円、長袖のクルーネックとか、フルレギンスも780円とかね。あと、新作で言うと、アステシューズハイバンスのオーバードライブ、中に、カーボンプレートが入ってるタイプ。これ私サンプル品もらってますが、もうかなり1年ぐらい履いてますからね。これオレンジのタイプ、私メンズレディース共用、メンズの 24.5 を私は履いています。で、この春夏モデルとして、23から24センチ、こちらのピンクと黄緑がレディースサイズで出ております。あともう手っ取り早く一番安いので始めたいという方は、こちらのアスレシューズライト980円がお安くて おすすめです。あとはアスレシューズのハイバウンスが、こちらですね、このパープルとピンクブルーのタイプ、こちら新色のカラーで入っております。こちらがね、レディースサイズですね。はい、あとは本格キャンプギアということで、レジストドームテント5800円。これ本当にね、安いですよね。これ開くとキャノピーになって、そのキャノピーのポールもついております。これからね、暖かくなってきたんで、キャンプ始めてみたいなという方は、ね、非常におすすめのテントになっております。あとは、アルミテーブルが980円。耐熱フィールドのテーブルも1900円。耐熱アルミの、これかなりミニサイズですが、畳むと三つ折りになってめちゃくちゃちっちゃくなります。980円。燃え広がりにくいローチェアも1780円。焚き火台も、これミニサイズになるんですが3900円です。あとは耐久撥水のワンポールシェルター17800円。荷物をいろいろ運べるコロコロ付きのピックアップポストンキャリーも7800円になっております。キャンプはもちろんですが、ちょっとしたね、帰省とか、旅行なんかにも使えるバッグになっております。あとはフュージョンダウンプラスシュラフも7800円。ペンタゴンタブも5800円といろいろワークマンでは揃っております。で、これとは別にもうほんと新作で、新しくワークマン2023年モデルいろいろ出ておりますので、そちら詳しく別動画でまとめております。そちらも合わせてご覧ください。はい。あと最後にジュニアですね。ジュニンコのドロンコジュニアシェルジャケット1500円であるとか。あとは背中のファスナーを開いて、まあ、これね、大きいサイズ選ぶと、体の小さい子のランドセル濡れないタイプにもなります。こちら2900円。まあ、ちょっとね、サイズ、体が大きい子が150サイズとかだともしかしたら、ランドセルいけないかもしれないので、まあ、ちょっとそこは合わせてもらえるといいかなと思います。うち小1、小2の、体の小さい次男は100、
40サイズかな ?140 で、ギリギリなんとかランドセルを隠すことができています。あとはジュニアのコットンキャンパーは1000円安くて、ちょっと生地薄めになってます。重さが出ないように生地薄めで1900円。親子リンク4で楽しんでください。あとは、レディースのサーバーバスクシャツのジュニアバージョンもちょっと安くて780円。撥水のライトプリーズスカートジュニア版もちょっと安くて1500円。あとこちら、水陸両用タイプの半袖シャツやショートパンツも980円になってます。あと個人的に一番嬉しいのがこのジュニアのクライミングパンツは、コットンと違って、やっぱりストレッチもすごく効いて、色褪せもないし、丈夫で転んでも穴開いたこと今のところ全くないです。これ980円で買えるの素晴らしいので、ぜひですね、お子さんお持ちの皆さん、ぜひこのクライミングパンツワークマンの激しくおすすめいたしますので、ぜひぜひ履いてみてください。はい、というわけで今回は3月17日金曜日から3月19日日曜日までのセール期間の、ショッピングモール店限定の、セールチラシのご紹介をいたしました。路面店の普通のワークマンは対象ではないのでご注意ください。ただですね、一部商品もちろん入荷している部分もありますのでご参考にしてもらえたら幸いでございます。私のチャンネルでは他にもワークマンの店内レポや購入品紹介などもしております。そちらも合わせてチェックしてみてください。あとはサリーのキャンプチャンネルの方ではワークマンのキャンプギアの紹介やキャンプの様子も流しております。そちらも合わせて見てみてください。今回の動画が良かったよという方はいいねボタンを、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。